5月14日、時刻は8時を回りました。本来ですともう金曜日放送している町田情報局なんですけども、いろいろ訳ありまして、本日はなんと、木曜日放送しております。ちょっとマイクに隠れてるかも。パーソナリティはヤギがお送りします。さてですね、じゃあ早速ですね、オープニング流しながら今日のゲストを紹介していきたいと思います。ということで改めまして、ちょっと画面変わってません、ちょっと待ちくださいね、画面変わりました、こちらになります。はい、本日ですねゲストなんですけれども、はい、縦サークル真の代表小林幸太郎さんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。すいません、変な曜日で、いやいろいろとね、皆さん実際とか金曜日、明日ちょっと別のメンバー出てるんで、間枠がないということでちょっとね今回来ていただきまして、枠はこじ開けるものだということでよくわかりました。まあとりあえずまずは、4月26日、はい、第33回上田さだな祭り、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。お越しくださいました皆さんもいっぱいいらっしゃると思いますので、本当に、来年も来てねという意味でありがとうございました。お疲れ様でした。はい、天気もよく良かったですね。一人熱中症かかっちゃった人もいてね。本当に？うん。びっくりだ。本当に。いろんなところのメディア の新聞とか、うん、そういうところでも、うん、まあ、私ちょっと仕様でちょっと来れなかったわけなんですが、はい、いろんなところでメディアに取り上げられて、まあ、そうですね、うん。すごかったですね。ありがたいことで本当に。ね、もう本当に間近で見たかったっていうのは実際のところなんですけども、どうでした？今年のさだな祭り全般的に。そうですね。1日で、まあ、去年ね実は2日間やったんだけど、はいはいはい、今年は1日開催ってことで、ね、まあ、内容盛りだくさんにしてやってはみたんですが、うん、一番良かったのはやっぱり出てる人も楽しい、うん、で見てる人も楽しいっていうのがよく分かる感じだったなというのはありますね。はい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 、うん、あといろいろぶっちゃけちゃいますがね、はいはい、どうぞ。もうスタートから実はもう全然変わってちゃってまして、はい、これでもね前話させてもらったんですけど、はい、お城を使わない、お城を使わない、ね、いきなり、市役所からスタートっていう、あ、うん、で市役所でこう待ってる、うん、待ってて、まあ、その間にこう、なんだ獅子舞の方が踊っていただいた頃に、うん、向こうからザッ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 と真田軍がこう進軍してくるんですね。お、あの絵も結構やっぱ綺麗だったなっていうのはありましてね、うん、なかなかね形を崩すというか新しいことにチャレンジしていくっていう意味では本当に個人的にもいいことだよなと、うん、マンネリ化していかないんで、なんか毎年毎年なんか違うことどんどん取り入れたりやってみたりとか、なんかね俺なんかやりたがりなんだよね。本当に意地悪だなと思う。いやだけど本当になんか小さいことから何からかもしれないんですけど、なんか少しずつ変化していって、うん、これが良ければこれは来年からでまた違うものを取り入れてっていう形はとてもなんか、うん、素敵だなって。そうですね。もう去年の、真田祭りを始めるとき2日やるって話、はいはい、ここでのしてもらったと思うんですけど、ここ一番最初にしたんですよ。そうでそれでそれのこともいろいろと話もしたりとかしてて、うん、まあ、要するに放送後にいろいろぶっちゃけていろいろ話してたじゃないですか、うんうん、真田祭りの過去の歴史からいろいろとああだこうだとか言ってたじゃないですか、うん、それがなんか聞いていくとどんどん新しいものを取り入れていかないと人は集まってこないような形もしてますけども、うん、どんどん集まってきてるもんですからね。来てますね、うん。まあ、今回ただ知らなかった人は普通に門の前行ったら、はい、何もやってないんだけどってすげえ怒られてだから書いてあるでしょって言うんだけど、これはね告知不足ですね。だけどそれでもすごいよね、怒られるっていうんだから、うん、でね笑っちゃったのが司会を立川談義一緒にやってもらったんですけど、はいはい、普通司会席ってあるでしょ、あります。司会席が客で埋もれちゃったんですよ。司会どこにいるか分かんないのすでに。そうなの？そんな状態ぐらい人が来てて、うわ、俺が急出しができないっていう。ってそうすごい来てましたよね。そう、武さん見えますかみたいな感じで、わかりませんみたいな、そんな状態で、まあ、そこから進軍してきてね、ちょうどここの交差点のところに来たんですけど、うん、これもやっぱり今までと違ったのはここで毎一体ずつ全部パフォーマンスさせたんですよ。あ、ここで、うん、今まではなんか、うん、なんとか隊の皆さんです、なんとか隊の皆さんです、はい、
言ってったんだけど、今回そこまで来たらなんとかで皆さんですさあお願いしますっていう、おー、要するにあれですよね、そこで見せ場があるわけです、そうそうそう、その体ごとに、うん、いやー素晴らしい、なんか、いろいろみんな考えてくれて、あ、そう、あ、もうそこはそこはタッチせずにお任せで、もう各体好きにやってください、あ、そこはお任せすると、そうそうそう、それもやっぱり出てる側とする、まあ出てないんですけど、例えば自分が出てたとすると、うん、え、いいのそこ俺たちやっていいのっていう、そう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 、ある意味だから見せ場じゃないですか、見せ場で、多分もしかしたら違う、あの決戦劇とかそういうとこ行っても脇役かもしれない、うん、ほとんど何をやってるかわからないかもしれない、ここだけは俺のステージだのに、そう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 、それをちょっとやってみたんですよね、あ、それは多分やってる人たちもあれですよね、うん、あの一般参加の人は朝集まってそれ聞かされて慌てて何か考えて、え、そうだったの、そうだったの、うん、そう、俺縦サークルでもいつも無茶振りって言われてるんだけどね毎回あの必ずカーンって振るんですよ、うん、当日振ってさあどうするっていう感じで、けど当日振ってもやってくれるじゃないですか皆さん、うん、あのやっぱ参加してる人がもうそれを楽しくやってるのがね、嫌ですっていう人誰もいなかったんで嫌ですね、うん、ね、ちょっと難しかったのが奥方役やってたね、うん、あの女性の方どうしようかなと、いいよあなたらラウンドガールみたいに回って回ってっつってあ、ラウンドガールみたいに回ってね、そうそうそう、もうリグのリグだと思って回ってくれるし、ぐるぐるぐる、そうそうそう、それで済ましちゃったりとかね、あそういうこともあったんだ、あったんです、ある意味ここもここ本当見せ場じゃないですか、そうそう、決戦劇なかったにしろ、うん、いやすごいわ、いやそれは決戦劇やったんです実は、うん、え、ここで？ここで、その後ね、全部終わった後桜雪っていうね、はい、あの歴史アーティストの女の子たち2人がやったんですけど、うん、その曲の1曲の中に、うん、真田四代をこう全部歌った曲があって、はい、それに合わせてうちら盾やったんです、すげえこれね多分そんなに動画乗っかってないですまだ、誰も撮ってないのかもしれない突然すぎて、だってプログラム的に向こうでほぼ終わりっていうだけでしたもんね、そうそうそう、うん、で逆にここでやったらこれが決戦技だと思って帰っちゃう人がいたって、あ、それ見て、うん、え、これ本物じゃなかったのって、本物っていう、あ、だからそのここで見たのが決戦劇だと思って実は向こうでやってたんだけど、うん、それを見ないで帰った方がいたってことね、そうそうそう、もうごめんねっていう感じで、そうだよね、勘違いしたよね、今までずっとここでやってたんだから、そう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 、やってたのに今年もやっちゃったから結局、ああ、ね、うん、それはもう縦サークル新婦桜ゆきちゃんで、まあ、うん、戯曲魂の絆っていうタイトルなんですけど、うん、彼女たちの魂の絆っていう曲に合わせて、はい、その前段階で第2次上田合戦か、あれは、うん、そうですね第2次上田合戦をやって、うん、でその曲に入って曲に合わせて盾を展開していって、最後雪村がさよならするところまでブワーッと演じちゃうっていう、なるほどね、うん、素晴らしい、意外と好評でした、ね、ただあのそこに、はい、縦サークルし、まあ、私がその正幸様の役やって、はい、まあ、あのうちの千秋ってのも雪村の役やって、はい、やったんですけど、はい、あの目の前に将棋で正幸様と雪村さんが座ってんのね、はい、やりずれったらねそれ切る方の覚えなんですか、また正幸様の癖が絶対腕組むんだよかってすっごいこう見下ろされた感の中こう頑張ってやってみたんですけどそうだったんですね、いやこれちょっと、あのうちの縦サークルのメンバーにも苦労かけたなってあとりあえず2ステージあるからねって2ステージ2つあるからねってそれちなみにいつぐらいに言われたんですか、あれ3月だっけ、そうですね、そうだよね、3月、はい、結構始まった頃だよね、そうですね、2つやるから、はい、おいちょっと待てって話じゃなかったですよね、もう間違いなくうち俺がはいとイエスしかね返事しないんです、基本的にオーダー来るときは、うん、でもねメンバーも全員はいかイエスしか言わないんです、はい、受け継いでるっていうそのものですね素晴らしいじゃないですか、ええちょっとって言えない空気にあーもうだから決定事項のようにこう、うん、こう今回こうだからって縦 2回あるからねよろしくの世界なのね、そうそうそう、でみんなはーいって素直なの、うん、言った後ザワザワするけどねちょっとザワザワしますけど乗っかっちゃった方が楽しい、そうそうそう、あまあそうだよね、はい、そうだよね、こういうことやるからって言ってえどうしようやりますみたいな、そう、はい、
素晴らしい会場で、そこはもう俺も出て、とりあえずそのステージ終わって、うん、で俺はもう決戦劇の会場行っちゃったんで、うん、あの分かんないんだけど、ここではその後餅巻きやって、うん、雲南町からのお船も出て、あ来たって言ってますよね、うん、ゆるキャラも出てきてわしゃーっとしてたらしいんですね。すごいことですね。うん、何もなんか面白かったみたいで、すごく何から何までどっさりどっさりで、そう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 、なかなかないですよね、そういう、だから時代もだって時代も、うん、でゆるキャラならゆるキャラみたいな、そういうパターンをよく聞きますけど、全部がいっぺんにどんじゃっていうことはなかなか、うんうん、なんかね、こう区分けしたくなかったんですね。あいいよね、雑だな、うん、いいじゃん逆に上田らしくていいじゃないですか、うん、上田って何でも、要するにあのいろんなところでいろんな話聞きますけど、上田は製造業もあり農業もあり何もあり、いろいろなも全部があるから、そうそうそう、何でもありのとこなんで、じゃあ全部、そうそうそう、全部いっぺんにやってみる、いいのいいの、歴史もありで、ね、歴史もあり、観光もありで、ね、うん、だからね、あの真田祭りってもともと俺絶対コンセプトで持ってるのは上田を知ろう真田を知ろうっていう、うんうん、これ2つ知って帰ってもらえればいいやっていう、うん、頭なんで何やってもありっていう、本当に何でもありでとても楽しくて、ここでやってもらってね、うん、でその間に下行って、決戦劇やったんですけど、うん、まあ鉄砲さんもね、うん、いつものドカーンって下でお城下でやっていただいて、でそこもまた無茶ぶりをしまして、最後の鉄砲をガーンって撃った時に真田軍がその横からうわーって突っ込ませるっていう煙が出てなんかすごいね、うん、撃ってしまえば、うん、警察の許可はもうそこで終わりだから、あ撃つまでがね、そうじゃあ撃った直後いいよねって言ったら、うん、うんうん、いいよって言うから真田軍集合ってやって、うんうん、これ撃てダーン撃ったらみんなグワーって走ってって、あもうそれっていつ決めたの？それはね、日うん、当日のその控え室、あそれそれ、うん、お前らいいかって、うん、行くんだぞっつって、いや、うん、それもね、でも絵的にはかっこよかったと思いますよ。一枚やっぱね、ツイッターとかで載ってたのあったんだけど、うん、煙ぶわー出てるところでこう煙の中ガッと突っ込んで、あ結構お客さんがうおーって言い始めて、さすがにあれですよ、 NHK さんもびっくりしてたんですよ、リアルな話、実弾入ってなくてよかったなって、ね、実弾入ったら行かれない、普通絶対できないことですからね、いやだけど戦国そのものですね、それやってからの決戦劇で、あ今年はお城下はいかがでしたか、森勝永様ちょうどあの森勝永様あいらっしゃるんですか、いらっしゃるんですか、伺ってよ、あ森様どうも、あどうも森です、ね、あの今回ですね森勝永様はね、あの大阪夏の陣で、はい、まあ、あの出たんですけどね、はい、あの結構サラダ隊よりも、うん、あの先陣切っていって全滅しちゃってるんですよね、歴史では、あ歴史ではね、うん、ただあの一応うちらのその今回の決戦劇の中では、うん、あの1人なんとか生き延びて真田隊と合流するっていう、もう血まみれの腕こんなになりながらもうボロボロになりながら合流してくるんですよ、ボロボロでしたね、ボロボロでしたね、まあ、本人ちょうどね右手怪我してたんですよそこまで言うんですね、じゃあ包帯しちゃえと、ああそこ包帯して、そうそう、もう怪我人で出ちゃえと、はい、毛利としてで森様言ったセリフが、お怪我は大丈夫ですかお前だろ、お前だろこれすごかったですね多分見てる皆さん、お前がだってだって包帯血にじんでんだよそうですね、子供から本物の血ですかっていうのが、あ聞きました、あの、うん、見てる子が言ってましただよね、あそんなリアルに、はい、本物です、どうでした、その血まみれの森勝永やってみて、初めてセリフのある初めて当日まで声響かないんじゃないかって、もうそれしか心配しなかったですね、でも声出てましたね、ありがとうございました、今日晴れって言われました、頑張って張ってますよ、うん、しかもねあの意外ともう本当裏ネタだけど、はい、雪村さんは完全にテンパったよね、はい、めちゃめちゃテンパってそうなんだ、セリフポン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 飛んでっちゃって、うん、意外とフォローしてた、そのだフォローの仕方がすごかったなと思うのが、うん、あのどうぞあの小助に別れの一言って、死ぬとか決まってないからまだって別れの一言はおいおいちょっと待っておいまだ死ぬつもりかいみたいなねまだまだって、ね、まあでもおかげでまあ撮ってたけどね、あれあもう間近であの雪村光さんの泣き顔をですね、直視しちゃったもんですから、
そうなんですよ、完全に乗り移っちゃってて、重粒子が倒れていくごとにグワーって泣いてて、もうセリフ出てこなくなっちゃってね、その横でかける言葉って何だろうって、ね、かける言葉はコスケと別れろみたいな、あこれ違うな、違うな、どっちですか、コスケに別れろ、コスケに別れの言葉、こういう暴露なんですね、そう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 、もう全部言っちゃえっていう、もうここはね、これ本当にノープログラムな、ね、そう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 、プランのびっくりですよ、ちょうどいい、はい、ノープランだ、そうなんです、あのちなみにあの普通ね、番組とかっていうといろいろと紙とかね、いろいろあるんです、うん、ここ全くありませんから、もう全部フリートークですから、でもね、時間だけはちゃんと見てます、それだけはね、絶対に間違いないだけど本当にそう、じゃあ今年は本当にビデオだから撮ってあるんですか、それって撮ってありまして、 UCB さんで放送したね、うん、ましたね、はい、うん、ました、うん、あと行政チャンネルがちょっと編集したやつあって、はい、うん、一緒に生のあるけどね、広すぎて本当にあの少しカット割りしないと見れないぐらい、広いよね、だってあの人全部でしょ、そう、あれは広いって、もう行政チャンネルさん僕は感謝してますよ、海野六郎さんもかっこよくセリフ喋ってる前で静かにしてる毛利勝永静かにしてる静かにしてる、その出番がすごい多いんです、結構意地悪してて、うん、あの獣医師が一人ごとずつ死んでいくシーンを、うん、あの絶対に後ろ振り向くなと、うん、そこを、うん、で 雪村と小助と毛利勝永はあの徳川陣に進んでいくから、はい、絶対後ろ振り返っちゃいけないんだけど、うん、もうその状態で雪村さんも泣きながらだからここでプル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 あの大丈夫か、疲れたのかなと思ったらチャンス涙が出ます、でも絶命する声がどんどん聞こえてくるわけだ、ああ後ろでね、あらまあ、ね、いやすごいね、そう、もうすごかったです、もうね、だからそんなだってこれで一通り小林さんずっとやってきたじゃないですか、うん、歴代ずっとできて、そうですね、やってきてとりあえず夏の陣終わってですね、終わりました、終わりましたよね、はい、来年どうするんですか、来年ですか、来年です、来年で、来年、そう、来年で、悪い顔してますね、悪い顔してますね、じゃあちょっと森様に代わって、じゃあちょっとあの声だけの出演の家康様、家康様、家康様、声だけ、声だけ、家康様、声だけ、家康様、家康様がね、ちょっとあの降臨されましてね、降臨されました、2年続けてね、あの家康様やってもらったんですけど、来年さすがに家康出てこないと思うんですけど、来年出てこない、出すつもりない、あ別にどちら、うん、来年こう秀忠やっちゃう、秀忠公、惜しいです ね、ただあまり我々ばっかりね、うん、出てもねあの方ばかりとでもこの声で家康やってるとね、うん、もうすごいですよ、もう、これちょっと真田幸村とか言わしてみますか、あどうぞ、怒った声で、そう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 、もう一回聞きたいですよね、もう一回9があったらじゃないですか、じゃあ参ります、3、2、1、9、真田幸村、なんじゃなんで偽物じゃない、幸村やった人言いますよ、当日オファーで勝手に馬に乗った人がいますよ、家康様の声ってどう考えても声の鳥悪く思うでしょ、うん、全然通ってるんですよ、これね、ヒゲさんの不思議な、はい、すごいとこだよね、すごい、その2年間おかげで盾やんなかったんです、うん、家康さんの時本当に80何歳だっけ、あでも70年代ですね、8そんな高いんだけど、その時4ぐらいじゃないですか、ね、うん、74ぐらいだと思いますけどね、うん、実際だから采配振ってるけど実際戦うはずないんで、そうだよね、うん、だからオープニングで気がかかってて、そうだから2年間盾やってないんで、やってない、じゃあ来年は、来年はちょっとね、動いてもらって、そうですね、爆中ぐらいはね、爆中ぐらいはね、爆中それ僕ですね、あ、しましたねじゃあということで、ね、明石家門様もね、そうですね、じゃあちょっと降臨されましたんで、降臨されましたね、キリシタン大名の、キリシタン大名の明石さんもね、後ろで大丈夫です、はい、明石さん来ました、明石さんの名前ついてるんですけどね、あの決戦役の時名前なかったんですね、あ、そうなんですか、後付けだったんです、あら、まあの人明石ですよ、あ、そうなんですか、え、そうなんえ、そうなの、そう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 、服装はもう完全に足軽だよね、はい、足軽です明石さんだったんですか、明石さんだ、そうなんだ、徳川隊から突っ込んできたような気がしてる、はい、
縦横無尽に、はい、俺もっとびっくりしたのは一番ラストシーン、雪村様が切られて倒れるとこ切った相手って滝川一夫だよ。そうですよね。いいのこれって。いいのそれで。演出家の方が OK を出していたのでいいんだと思って、OK 出しちゃったけどね。多分見てる人は混乱したんじゃないですか。そうでもこの明石さんはね、あの脚本家の方に言われたんだけどね、あの一般兵なはずなのに目立ってたよねって、うん、今日もここで目立って何やっても真田さん、真田さん、あ、じゃあ皆さんよろしくお願いします。ちょっとこの話ねしておきます、はい、これあの真田祭りの楽一楽座でね、あの限定販売してました。もう売ってません。以上です。プレミアツイッター。ですね、商工会青年部の方のね、はい、はい、まあ、作った真田さん、はい、はい、サザエさんじゃないですよ、真田さんですよ、真田さん、ね、はい、あ、う、後ろ俺好きなのこれ、六文銭のとこね、これ、ああ、これでもなんか書いてある、一足って書いてある、あ、これね、かっこいいね、うん、このジャージも、このジャージもね、なかなかこれそう、いいんですよ。見せびらかしてるけど、売ってません。売りますよね、きっと売ってくれると思いますのでね、あの真田祭りグッズでちょっと毎日検索してていただくといつか引っかかってくるかもしれないので、とりあえず今は売ってないと、とりあえず今は売ってないと。すっごいいいのか、はい、そう、ユニクロじゃなくて運のろくろってなって、ね、着てないね僕ね。あ、そうすげえの、もうすごいな、うん、どうすればそういうアイデア出てくるんですかね。すごい、あの今回その真田祭りもその売るってのに結構力入ってて、うん、そういうのも売ってたし、うん、各真田関連の町から来た人はね、はい、うん、小松姫フィギュア売ってたりとか、なんかもう本当にいろんなものが売ってて、もう真田市みたいな感じになってて、うん、これは良かったなっていう。お土産もいっぱいあったしね。一つ悔しいのはこのサークルにいたことでそのお買い物に行けなかったって。そう、あ、うん、あ、そこなんですよ。逆に買い物行けなかったんですよ。来年じゃ外れる。確かに。買い物係で、買い物係で皆さんのね、あ、だからもう全部書いて、全部写あのこう写メ撮って行って、その紙に書いて、皆さんとこ来て、はいはい、10分前までに届ける。これ売ってるけどって言ったら大丈夫ですか、パシリみたいな感じになってるけど。パシリだよ、パシリだよ、みたいじゃなくて、参加者70人分ちゃんとまあ5分で10分で往復できれば3往復ができるね、30分。頑張りますよ、台車だけ買ってください。30分台車で、台車欲しい。つらいのは坂の下っていくとこね、あれがね、つらいけど。そこは魅力的な。そんなに楽しいお祭りなのに、うん、結構決戦劇のメンバーっていうのはね、あそこでね、はい、ひたすら耐え忍んで出番を待ってるんですよね。あ、そうだよね、結局待つしかないんだよね、時間があればね。でも待ってる時間も皆さん楽しんでましたね。そう、まずはコスプレ祭り、あ、写真撮りまくる、あ、はいはい、なんかいくつかあの私もね、いろいろな方、知り合いの方見るとなんかみんなして、みんな写真撮ったのアップしてて、そうそうそう、あれ結構楽しいみたいなね、うん、みんなね、うん、逆に言うと、それを俺が混ざれないんですよ。あ、そういえば、そうですね、そういえば、そういえばあのあれですよね、ヘルプ求むって自分の写真ないって、うん、写真くださいってないんだもん、ないんだもんって。そういえば、デセンとか小林さん見かけた方がいいじゃないですか。そう、うん、え、そうなの、うん、だいたい PA 席にいるか、うん、あの裏に入ってデラってやるか、あ、はい、合図をね、うん、で今年初めてちょっと旗持って最後出てきちゃったけど、へー、ぐわーっつって、あ、出てた。今年ラストがもうあの見ちゃった方いると思うんですけど、うん、途中で全員シャウトなんですよ。一番、ね、本当に最後ですよね、うん、もう本当に最後、雪村様がやり振り回しながらもう徳川にグワーって囲まれてるシーンで、うん、うわーってこう天をついて、うん、シャウトしたら徳川にもうわーって言い始めて、もうそれでもうグワーっと全員が大声上げてっていうね、もう一瞬なんじゃこりゃって思われる。だけど見た人はなんだか知んないけど感動するみたいな。迫力はありました。すごいゾクゾクしました。 そうですね、うん、そこまで僕らもあのもう50分間ぐらいやってますからね、劇を、うん、やってて最後の最後炎天下の中50分やってて、あ、倒れそうにもなりながら、はい、熱中症にもなって、またちょっと装備だね。そうそう、人より1個少ないから日光、髪の毛、頭皮でしょ、みんな1個ないからさ日光、頭皮はきついかった1人
そのシャウトも、あの幸太郎さんが旗をこう振り続けてる間、僕らずっとうわーって言い続けなきゃいけないです。それはもちろん。でもいつ終わるか知らされてないんですよ。これが終わらないと僕らは。でも言ったよそれ、ほら太鼓が来てドドンってやつ。あ、そうなんだ。そうそう、あのね、みんな思い出してるから、うん、止めようがないのもう。もう太鼓出てきて、止めてくれって言ったら、すこんなでっかい太鼓ガーッと持ってきましたね。ドラッとすごかった。もうめちゃめちゃそこまでしないと止まってくれない。もう暴走、完全に完全に暴走だよね、うん、すごいな。充電ないはずなのに動いてるみたいな。全員が全員もうこう、もうね、壊れたおもちゃみたいになってて。すごいな、もう。ね、いかがでしたでしょうかね、本当にあの決戦劇はちょっと ね、あの私的には過去最高の演出はさせてもらったかなと、あと、まあ、課題はいっぱいあるけど、うん、ここまでできるんだなっていうのがね、みんなあの分かってきたし、うん、来年はもうちょっとハードル上がってもいいのかなと思っておりまして、うん、やっぱり ね、やっぱり拍手とかなんかみんなおーってなんか思われないとやった気しないもんね。言われたいですね、うん、拍手欲しい。今回のオープニングの全員の大乱戦は結構みんなうおーってたよね、はい、周りが何これとかって言って、うん、あの例え見てる子が、あのちっちゃい子が戦ってるんですね、マサムネと、うんうん、スケアの忍者っていう、あ、トムくんね、はい、トムくん一番映ってるかもしれない。あ、うん、すごいですよね。そう、彼はね、足がと、あとはあの伊達マサムネね、うん、あと意外とチームジュニアがね頑張ってた、はい、うん、14歳、15歳、ね、中学1年かな、中学1年ですね、4人ぐらいしてなかった、うん、頑張ってましたね、うん、いろいろあるんだけど、うん、保護者が完全にこうちゃんと見ててくれてるから、保護してくれてるから、うん、出ていいよって話で、中学生出しちゃったんですけどね、素晴らしい、うん、爆中やりやがった途中で、あ、そう、うん、縦の時サマソロとキックされてんの？サマソ、そう、サマソロとキックやったんだよ。この後反省会なんだった。もう40近いんだからさ。しかも練習してるだけで褒めてよ。そう、うん、そう、結構ね、アクロバチックになって面白い盾もね、いっぱい見れてね、良かったかなと思っております。ほら時間ぴったりね。この後は、この後、告知でございます。告知がありますので、盾サークルシーン完全協力の。はい、実製作映画ですね、はい、はい、鎌倉教材日記、はい、こちらの監督と、あの映像監督と、ナレーションの人が、はい、今日来てますのでね、はい、はい、この後、はい、やってみようと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、もうね、あの別に音楽も多分いきなり変わるような形で、さあ、よし、チェンジ、チェンジ、チェンジ、はい、さあ、チェンジ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 、これもう入ってるんですか？あ、もうもちろん入ってます。入ってるんですね。今日は春から、はい、お願いします、ね。よろしくお願いします。はい、ということで、続いてなんですけども、今度何を？何を？何を、はい、とりあえず宣伝に来ていただいたということですけど、はい、これを出していただくんですね。じゃじゃん。この辺ですかね。はい。はい、ありがとうございます。ナレーションの方に持ってください。影のナレーション。お待ちください。はい。これにしますね。はい。はい、この盾サークル真の皆さんの全面の協力をいただきまして、はい、赤松小三郎さん、上田藩士のですね、はい、赤松小三郎さんの暗殺の謎に迫ろうというところの創作の時代劇の映画ができちゃいましたというところで、はい、ありがとうございます。お願いします。タイトルを、タイトルが鎌倉教材日記記録というタイトルをつけております。教材日記というのはですね、完全協力って言いながら全員中の人なんだけど、そうですね、はい、そうですよ。暗殺した方のですね、日記をもとに、はいはい、本当にあの膨らまして膨らまして作ったので、膨らましすぎてあのそろそろ締めろというふうに、いやどんだけ膨らんだんだっていう、はい、ちょっとよろしいですか。はい、なので、ね、これあのこのこのね、このこの映像を、はい、ネットでいろいろと見させていただいて、はい、これは何だろうっていう、はじめにね、はい、なんか出てるけどこれは何だろう、だから細かい文字ってネットで意外と見れないじゃないですか。なるほど、はい、
で、なんだろうってなんだろうなんだろうって言って、そしたらさっき出た小林さんが、はい、実は映画があるんで、あ、そういえば見たことがある、これは見たことあるんですか、あ、そうですか、けど何なのかがわからない、おね、だから多分今日来ていろいろとこれから話していただきますけど、はい、ね、その辺を話さないと多分皆さんはよく分かってない、うん、これはあのこの映像はよく見るんですよ、いろんなところね、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、でまあそういう今ね先ほどのそういう話なんですけども、映画を作るお作りになった、はい、映画作った、はい、できちゃった、できちゃった、やっちまった、はい、やっちまった、すごいよね、映画を作った、はい、で見るにはどうしたらいいの、まず、あ、見るにはですね、うん、一番いいのはあの5月16日の土曜日、はい、10時半から長野大学で、はい、無料で上映会を開催していただきます、おー、はい、ありがとうございます、明後日ですね、明後日ね、午前中になんてありがたいタイミングで土曜日、はい、すごいね、ありがとうございます、映画上映しちゃうんだ、しちゃいます、しちゃいます、俺さっきラジオで天気予報聞いたらさ、土曜日だけ雨って言ってたよ、また雨なんだよね、で日曜日晴れるっつって、今日こんなに暑かったのになんで土曜日だけ雨降るんだと思って、でも、来てくださいだから雨降るから、うん、雨降るからね、皆さん外出れないから長野大学に出て、そう、屋内でね、そう外で遊べないから、外で遊べないから絶好のチャンス、ね、大学の教室もですね、うん、当日だけ映画館に行かれますから、素晴らしい、はい、ちなみにこの辺見てもらえば分かるんだけどね、実は本人びしょ濡れなんですよね、はい、これロケも雨だったの、はい、そうなの、そう、大雨でしたね、大雨で、あ、まあそんな中で撮影されて、こっちだけ晴れてますけど ね、はい、これ別日ですね、で、まあ、今の先ほどのね、あのお話の内容で少し話していただいたわけなんですけども、どういう形でそのストーリー的なものを膨らませてたっていうか、おう、うん、まあ、要するに日記を元にしてってことですよね、あ、そうですね、元々は、はいはい、それをどのようになんかストーリー仕立てにしたというか、あ、これもあの縦サークルシンというですね、はい、方たちの方に出会って初めて、うん、お芝居の流しの語りって書いてもらった時の方が教えてくれた、やっぱ縦の映像を撮るときなんか物語が後ろにあった方が演じやすいよ、うん、あ、その物語をなんか上田に引っ掛けたいなっていうところから、うん、たまたま見つけた時におはぎ食ってた店に、うん、小三郎湾って書いてありまして、お、小三郎湾って何って聞いたら、うん、赤松小三郎さんですって言われて、へ、よかったらその横に保存会がやってる記念館から見てって、うん、って言われてから、うん、初めてこう、あ、こんな方が上田にいたんですねっていうぐらい私はあの不勉強でございます、すいませんでした、はい、意外と皆さんそうですよね、うん、あのそういう文献とかそういうものを見てみたいとかいろんなものに触れないと、あ、そういうこともあったんだっていうことを多分知らない方の方がほとんどだと思いますよ、きっと、うん、特に赤松先生は本当ここ数年だからね、うん、読めば読むほど本当にいろいろ面白いというか、うん、薩摩の方だけではなくて今回主人公大垣藩の方を主人公に描いてるんですが、うん、はい、あの後々の陸軍少将になってる方とか新選組の方とも交流があったとか本当に面白いんですね、うん、はい、これを映画にしちゃった、はい、お願いします、はい、まとめてくれました、こちらが監督です、監督、はい、主演監督、脚本、主演監督、プロデューサー、プロデューサー、AD、AD、はい、広報、はい、営業、全部やけっていう、キャスティング、でもダメだしないのよ、まああと接待も、します、エンドロール書ききれないよ、全部自分の人の名前だから、あれさっきも、あ、この人、あ、また出てきたみたいな。そうじゃないですよね今嫌な汗かいてるけどそうやって、ね、この辺の方をピックアップしていただいて、はい、その映画になったということなんですけども、はい、どんな方に見てもらいたいですか、まず、うん、見てもらいたい方、うん、そうですね、上田氏の方に見ていただきたいです、はい、うんうんうん、なんで赤松小三郎さんが暗殺されたんだろうっていうところから知っていただきたいなっていうところと、うんうん、そこから
ね、中山道を旅していくので、うん、ぜひぜひ全国の映画にも見ていただきたいと思います、うん、実はこの映画その赤松小三郎さんを暗殺する、うん、それを阻止する、そういう対決のね薩摩藩と大垣藩の対決の話なので、うんうん、赤松小三郎さんは出てこないんですよ話の中だけで、うんうん、あの名前が登場するだけで、うん、人物として映像では出てこないんですへただその、ね、赤松小三郎さんが掲げた思いとか、うんうん、そういうものを、受け継いだ、はい神ですねはいその方がこう思いを語るとああそういうことね、はい、なので、一応この映画を見ていただく前に、はい、その赤松先生を知っていただいた方が、うん、より映画が、面白くなるんじゃないかということで、うんまあさってやるその長野大学の前では映画の前に、紙芝居を、はい、赤松先生の紙芝居をおやって、はい、ちょっと予備知識を皆さんに、はいはい、こういう人だったんだよっていうところを、はい、それから見ていただくとそれから見ていただくと、はい、こうグッと、はい、面白くなるかなと、はい、あっちの切り込みぐらいがベストだったね、いつも彼がこうまとめてくれるんですこれ、ね、なんで言わねえんだって話ですよねこれ僕はね毎回言えないからでそれどうやったら見れるの これどうやって見れるかというとですね告知のタイムがですねはい、今日はですねスペシャルでこの、はい本編で小原哲司さんって大垣藩の半路さんが出てくるんです、はい、音だけですけども、はい、じゃその小原哲司さんでちょっと告知をさせていいですかあいいですよどうぞどうぞ音だけってナレーションって言ってよ小原哲司とナレーション別にしてんだよじゃあ5秒前監督小原哲司ナレーションの熊姫と申しますよろしくお願いします上田藩士赤松小三郎暗殺に秘められた剣士たちの戦い剣士の譲れぬ断り志信念が幕末の京で激突する剣の究極の断りさやに主人公小宮山理之助は何を見出すのか縦サークル新全面協力坂口平初監督作品生蔵教材日記広く5月16日土曜日午前10時半長野大学にて入場無料で上映予定ですもしご興味がお持ちいただけましたらぜひご来場くださいいやー素晴らしいナレーション出してもらえるって本当にすごいんですよナレーションできる方って感心しますね本当すごいんですびっくりすぐ噛むから俺もダメですだからさっきね言ったじゃないけど何もないって言ったのは噛んじゃうからよ台本とかそういうものがあるとそれに集中しちゃって喋れなくなっちゃうんで、うん、何もなく気楽で話した方が全然楽なんで、うん、そう俺も決戦に過去あれだけやってて本当噛むからね自分が出るとだから出ないようにしてんのでも俺は逆にフリートークできるのすごい俺は台本ができてねあそう僕も台本ください台本だけ今日30分与えるっつったやろはいそうだよ、ね、まだまだあるから、ね、思いをどんどん語ってください、ね、思いをどんどんですね今日僕あえて言ったの、はい、自分がのび太だったと思ってます、うん、のび太でこれはねいきなり振り出すけどね、うん、昨日言えなかったんですか、うん、昨日とか言っちゃいましたけどね、うん、これ作るって言った時は数人だけしかなかったんですよ、うん、でも5分ぐらいの映像作りたい5分っつったんですか初め5分っつったんです、うんそれも人の曲に乗っかって作れればいいやというところでホームビデオの4万ぐらい、うん、それしかなかったんですけどそしてあれがないこれがないとですね不思議とですね縦サークルの方たちから不思議な力を持った方たちがさっきのナレーションの方もそうです、うん、プロ顔負けの方たちがですねのび太が困るためにドラえもんを道具出してくれるんです次からプロンと顔負けるもんねのび太1人にドラえもん10人ぐらいだ完全介護だよもうのび太の完全に女ですねもう音声入力すると全てそこ行けるっていう形でしたねそうだったでちなみに、はい、今の話5分の作品を最初撮ろうと思っていた、はい、結局最終的にどのくらいの長さだったんですか、まあ、そこ知りたいよね、うん、そうですね、うんはい、どのくらいの映画上映時間だった48分の
作りすぎや。すごい。10倍。だから今のあれもあれなんだいや。ドラえもん10分繋がった。それで5分だったのが10倍になったんだ。ドラえもんが10人いるから。決して5分の映像をあの10倍の速度で伸ばしたわけじゃない。ドラえもんが5人いた10人いたからあれも入れたいこれも入れたいこっちもああだって言ったらそうなったってことだよ、ね、衣装ねえって言って衣装作ってくれる。小道具ねえって小道具出してくれるとか、ね、ありがたいね、音楽ないと音楽なってで、このフライヤーなんかもないいつの間かできちゃったんですよね。低いすごいね。ありがとう皆さん、ありがとう。ありがたいです、はい、すごいよね。ちなみにこれってあの16日、例えばね、あの5月16日、はい、見れないと、どうしても予定が空けられて見れないっていう方はどうしたらいいです、はい、逆にこれは告知してもいいですか。では告知させていただきます、はい、6月2日18時より上田商工会議所会館5階にて上映会を行います。おありがとうございます。嬉しい、嬉しい。平日です、うん、6月2日火曜日、火曜日、上田城下町活性会というところが、うん、あの総会の後に、いつも研修会をやってるんですが、はい、その研修会の代わりに今回これの上映ということで、一般公開もいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやどんどん広がっていきます。嬉しいです。月1ペースの方へ。本当ですね。スケジュールに入れさせていただきます。今ですね。いやでも本当ですよ。だって見たいもん。ね、そこでしょ。そこです。そこで。そこで。6月2日です。はい、6月2日ですね。ぜひあの、はい、ポップコーンとコカコーラを持参していただいて。飲食 OK です。はい。もう飲食 OK です。アルコールも OK です。はい。ああ OK だそうです。6月2日18時から。はい、何回も言わないでね。最後まで言わないで。生クラですかね。それは必要なことですよやっぱり。ありがとうございます。6時から夜の夜6時から、はい、紹介しました、はい、見に来たいと思ってました、はい、ありがとうございます。だって面白いじゃん、なんかここまで聞いて見てないのって言われたくもないし見たいし、やっぱりありがたいですね、うん、はい、面白いじゃないですか。だってこの辺のね、いろんなだからあの地域の方々のあの歴史とかって知ってるようで知らないんですよね、皆さんが。でそういうところを掘り下げてあの分かりやすく映像化してくれたっていう話になれば、我々本読まなくても済むんですよ、ある程度。本を読まなくても映像を見ることによって勉強できるんで、うん、もう一つ勉強になるのは、はい、オール上田ロケです。お上田の人は絶対どっかで見た、うん、あ、ここは景色が、はい、あ、ここ見たことあるみたいな。そうそう、はい、いい風景ですよ、見たし、ね、場所変わればいいのに。まだ喋ってくる。だんだん無口になってきちゃう。まだ時間あるよっていうのに。じゃあそろそろ曲紹介して。あ、そうだそうだね。じゃあちょっとお待ちください。準備します。準備いただく曲の紹介したのですね。はい、あの曲もですね、映画用に、はい、作曲からしてくださった方がいまして、はい、でさらにですね、著作権がかかっちゃうのでね。ありものを使うと、はい、なので、あ、そうそう、自分たちで。まあね、それは踏み起こさなくていいって言ったらそのままその場で作ってくれたっていうぐらいな。ああ、ただそれもあの名前出ちゃっていいんですよね。いいんでしょう。レストラン柴崎というですね、ああ 柴崎さんのところの裏に来ましたらレコーディングスタジオバーンと回る。ありますあります。夜中の2時までよく知ってます。よく知ってます。レコーディングしていただいた曲があります、はい、それが生倉のオリジナルテーマ曲として、はい、でタイトルの方が、はい、鞘の断りという曲になりますので、じゃあ、はい、じゃあその何でしたっけ、鞘の断り、はい、断りという曲を聴いていただきたいと思います、はいはい、それではどうぞ。眠りのように長く瞬きのように
優しさを教えてくれたあなたへの約束、太陽の光のもと新しい時を刻み始める。ありがとうございます。ありがとうございました。作詞は私のやつ、作曲が高橋里奈さんで、はい、歌いましたのは小林由紀子さん、上田市の方たちです。ありがとうございます。ありがとうございました。うん、はい、素晴らしい。でね、はい、メッセージを一ついただきました。ありがとうございます。ありがたい。ですね、はい、ラジオネームがですね、はいはい、サザン光109号さんからなんです、はい、こんばんは。神奈川県から聞いております。お話を聞いていて上田に興味津々です。ありがとうございます、はい、映画も見てみたいです。わー、ありがたい。神奈川県の方です。神奈川県、はい、あらあらあら、神奈川県、うん、じゃあ今から流しましょうか、ここで。ね、あと1時間もらっていいですか、大丈夫ですか。いや、ありがたい、ね、そういう方がいらっしゃいます。ありがとうございます。あのちょうど今神奈川県の方の紹介ありましたからね、はい、実はこの映画にはですね、上田市以外からも協力してくださっている方が東京都ですとか、はい、神奈川にもいるんですよ、一人、はいはい、あとは岐阜県からも、はい、タデを通じて知り合った方たちが協力をしてくださっています、はい、あと見どころも言っちゃっていいですか。あ、どうぞどうぞ言ってみます。今聴いていただいたこの曲、うん、はい、本当に5分の映像を作るために作っていただいた曲なんです、はい、その曲をバックに最後戦うシーンがございます、うん、そこと前半に私が演じますあの大垣藩士と
その剣術の師匠との対決、うん、この2つをぜひ一番の見どころというところと、うん、あとこの赤松先生が伝えたかった思いというのを途中で蟹春林という方がですね、うん、熱く語りますので、そこはぜひ見逃さずにご覧いただきたいと思っています。うん、はい、そして遅れましたが、すべてをまとめてくれる映像監督の中村さんです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、私ね、ここに座って20分目でようやく映像監督という言葉をいただきましてあいつは誰なんだっていうついに明かされました。じゃあ僕からも、はい、どうぞ。あのこの映画なんですけれども、はい、今の主題歌になったこの鞘の断りっていうことで、はい、まあ、刀がメインなんですね。はい、まあ歴史そんなにね知らない方、僕もそうなんですけど、はいはい、やっぱあの時代侍が持つ刀っていうのは、うん、やっぱその人自身、うん、刀をどう扱うかっていうところでその人の人間性が現れる。なのでこの映画でこれでもかっていうぐらい画面に刀を出してきます。もう切り合いとかではなくて、その刀の扱い方、うん、出し方、そういったところで、その人登場人物の思いとかストーリーの流れなんかもちょっと感じてもらえるとで楽しめるんじゃないかなと。なるほどね。はい、いつもありがたい、いつもまとめてくれて。いや、ここまであの曲の間に考えてた通りに進んでおります素晴らしい画面見てる方だって分かりますよねこの曲流れて5分間にこの2人が頑張ってるじゃんせよ。ハキハキ喋り出したしねスムーズギュッ、うん、よかった、はい、ありがとうございます。あ、僕ですね、主人公の生倉を演じている坂口さんの、はい、ライバル役ということで、中村半次郎という、人斬り半次郎ね。そうですね、はいはい、池波正太郎先生の、そこに記念館ありますよね。池波正太郎先生が書いた本に人斬り半次郎という本がありました。うん、その本から人斬りっていうところが結構強くなっちゃう。中村半次郎さんが暗殺した唯一の方が上田藩士の赤松小三郎さん。この記録から決まってますので、はい、あのモンスターのクレイジー、上田市民からしたら一部敵だね。上田市民、そうですね、市民からしたら敵だ。この顔見ましたら、あの上田市民、赤松先生来た人かもしれない。いやいや、この、この原町の通りにあのサラダ祭りのポスター出てますから味方です、味方ですこの人ですよ、あれも敵だあれも敵だダメだ、敵なんだ、雪村に切りかかってました、俺の市民だね。そうかそうか、はい、なぜかね、こう悪役ばかり回ってくるんですよ。クレイジーだね、はい、クレイジーだね。けどそういう人がいなきゃね。そうなんです、主役は引き立たないですから、ね、ありがとうございます。でも、うん、もう一つ言っていい、はい、僕は中村半次郎悪くないと思ってます、うん、この人の悪役っていうのは作っていないので、うん、その部分で非常に分かりづらいと思うかと思います。ただ毎週水曜日、うん、原作は今友人が作ってくれているウェブで上がってますので、そちらご覧いただくと、ホームページを立ち上げました、立ち上げておりまして、どうやって検索すればよろしいでしょうか。ですね、生倉だけだと違うものが出てきますので、はい、生倉原作ですとか生倉日記なんて入れていただくとですね、ネットの方でウェブページでつながりますので、生倉坂口とかね、生倉ヘタレとかね、なんですよ、マイナスだってそうなんですよ、ツイッターとかからでも入れるじゃん。入れるね、うん、でも今僕ちょっとシュンと今、いや、なんない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 よ。原作の場にも、はい、PV とかある。そうですね、YouTube でも簡単にまとめました、うん、予告編とかですね、うん、ものがございますので、ぜひちょっとご覧いただければと思っています。はい、よろしくお願いします。はい、他に何か告知したいことが、はい、はい、はい、お願いします。はい、縦サークル新盾頭の宝太郎でございます。はい、その生倉の映像、大垣藩の剣術指南役が来ていただきました、なんとかです。いまだに役名が分かっておりません、生倉を見た翌日は晴れの日なんですけど、イオンの上田にお越しくだされば、はい、午後1時からと午後3時から我々縦サークル新のステージがございます。最近ちょっとね、こう自分たち好きでやってる、紙芝居と盾のコラボレーションっていうのがありまして、紙芝居を、第一次上田合戦ですねの紙芝居をやって、いよいよ決戦が始まりましたって言ったら紙芝居から切り替わって盾が始まっちゃうという、でこんなようなね、ことやってます。どうぞお子様が大変喜びますので見ていただければなと思います。合わせまして、その紙芝居が終わった後は盾教室をいつもやっておりまして、子供たちにさっきのこの辺にいたこの辺にいた悪役がバサバサ切られるのを子供のストレス発散には最高の
ネタになると思ってやっぱり切られちゃうんだ切られちゃうんだ映画を見た後にね、半次郎さんにそうですね、もう後ろをして本当ね、たって教室はね過去3、4回やってるんだけどね、はい、子供たち本気ですもうやがりますね、うん、大人気ですよ ね、はい、ねもうバーンってもう本当にぶん殴ってくるんでぶん殴ってくるね、うん、あのこっちが本気出すと親が怒るんでね、こっちが切られるだけで仕事なんですけどね。それでですね、皆さん、はい、先ほどメッセージいただいた、はい、サザン光109号さんから、はい、再度メッセージいただいたんですけど、はいはいはい、神奈川県でもやってほしいって上映会、あらあらあら、神奈川県でもやってほしいって、はい、ほらどうします、どうします、監督やってほしい、監督やらせてください、神奈川でなんとかつないでください、あとで個人的に連絡先をメールください、あのアドレス、はい、親しめてここにアドレス、あここあやめてそういうの送られてるんで、送られてるんで、それ後で、はい、あのお願いします、連絡取って、はい、取ります、取らせますね、監督の方がよろしくお願いします、完全に全て他力本願って4文字語で頑張ってますんで、お願いします、他力本願、はい、はい、いやいや、まあまあまあ、でもまあ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 ね、今日ね本当にいろいろとお忙しい中に来ていただいたわけなんですけど、ありがとうございます本当にね、言い残したことありませんか、いやあの本当にこの生蔵っていう映画も今みたいに見てみたいとか、うん、興味を持っていただいた方が、うん、あの僕らに声をかけてきていただいて、うん、あの長野大学でできたりとかね、紹介の方で取り扱っていただいたりとかっていう風にしていますので、はい、ぜひあのね声をかけていただいて、いろんなところで僕らあの、はい、素材持っていきますので、はい、伺いますんで、お願いします、あのどこでもやります、どこでも声をかけていただければ、はい、ただあの機材とかは僕ら何も持っていないので、貸しましょうよ、貸しますよ、あプロジェクター持ってますから、あ本当ですか、80インチのスクリーンも持ってますから、あすごい、でっかいスピーカーもあるし、スピーカーつけてここにもあるよ、かつ神奈川に持ってこうやって持ってくんですか、新幹線の中で、そう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 、こうやって繋がるんだ、またすごいね、すごいね、うちあるよ普通に、じゃ あ, あの機材とかないよっていう方も声かけていただいたらお貸しいただいて、だから操作方法はかあのね、はい、貸す時には教えるから、それで向こう持って行ってもらって入ってやればそのまま上映会できますから、じゃ あ, あの場所だけ押さえておいていただくと、あーなるほど、ラジオ聞いていただいてるあの佐々様の町伝をこう聞いたって言ってね、そうだね、相談いただけると機材が行くというわけですからあとは会場だけ押さえてくださ い, です,、ねはい、すごいすごいね、びっくり言ってみるもんでしょ、はい、ありがとうございます、言ってみるもんでしょ、実は持ってるんです、実はプロジェクターと、あもうだから本当に DVD ポンって入れてパッて見れる DVD 持ってるんで、はい、ではプレイヤー持ってるんで、いや神奈川県の10、サザン、光109号さん、109号さんもありがとうございます、つながりました、あとはだからつなげて、あの日程だを場所だけつなげてもらって、はい、あとは行ってください、私機材貸しますんで、はい、あの個人のアパートとかやめてくださいだから桜木町の駅前の桜木町の駅前でだからどんどんいろんな、ね、話がつながって、うんうん、繋がっていけば、ね、はい、嬉しいじゃないですか、はい、やっぱりぜひお願いいたします、あベイスターズファン、あ大好きです、あの僕横浜ベイスターズファンですので今1位ですよ、うんね、神奈川県の皆さん頑張りました、映画かけられちゃうごめんねもう一回の土曜日の、あそうですね、はいはい、もう一度です、ね、もう一度そうです、その辺を言っておいていただかないと、はい、はいここは私が長野大学同窓会の皆さんの主催で行っていきます、あの生蔵の上映会ございます、この上映会学生さんがあの主催にイベントを運営してくださってますので、ぜひ5月16日土曜日10時半に長野大学 1-101 教室でお待ちしています、はいはい、私たちもその会場でお待ちしておりますので、ぜひ足を運んでください、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしま す, お願いしますということでね、多くの方ぜひ16日行っていただきたいと思います、私は6月2日のこちらの商工会場の5階の方でやるということで、そちらの方でお邪魔しようかなと思っております、はい、ね、見たいですからとても見たいです、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、びっくりですよ、びっくりですよ、何度も見てください、何度も見て3回見るとね、なんとなくこう分かってる、まだ放映2回しかしてないんで3回見るいつやるんだよって言われて16日見て3回目、そうなんで、はい、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いしますということで、こうね、本日こんな形で終わるわけなんですけど、本日のゲスト皆さん、あの一言ずつ、私これからなんか
抱負じゃないですけど、まあ、映画見てくださいということで、はい、今日のゲストはどれ誰から紹介してるかよくわからなくなりましたけど、まず、ね、後ろにいますけど、はい、サークルシーンの小林さんと、はいはい、あと、生倉の、監督、監督ですね、はい、監督の坂口です、はい、あと、映像の方で編集やりました中村と言います。それと声の出演の、はい、ナレーションの、熊重と申します。はいはい、以上全部で堅苦しい5人男5人でお送りした町津田情報局でした。なっちゃってね。ということで本日も見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。